はい、こんにちは。今日はですね、ヘルツのこちらの二つ折り財布を紹介いたします。こちらブラックになっておりまして、中を開けますとこういうふうに中に、カードの収納スペース、そして横にお札入れ、ジッパーを開けると小銭入れとなっております。非常に総合的にですね、もろもろ全部お札も小銭もカードも入れやすいお財布になっていまして、なおかつ非常にコンパクトというお財布になっております。今日はこちらをですね、実際に外観と内観を見ていきながら、実際にお札とカードを入れてみたいと思います。はい、まずは外観からです。サイズがですね、横幅11センチ、高さが9センチ、マチが 2.5 センチとなっております。使った感じで言うと、収納力に対して非常にコンパクトだなと感じました。形は意外と珍しい形状をしているのかなと思います。一般的な二つ折り財布とは違って構造がちょっと珍しいですね。このお札入れの位置とか、この辺が何もついてないもの、雰囲気とかね、でもろもろ珍しいなと思います。でレザーは結構、個体差あると思うんですけども、非常にツルツルとして美しい質感ですね。全然癖のない、万人受けするようなそんなレザーが使われているかなと感じます。ここにこういう感じで L 字で、縫製が糸で縫われておりまして、結構太めの糸です。ヘルツのお財布、結構お財布に限らずですけども、革製品結構こういう太めの糸が使われていて、すごくレザーっぽい感じですね。カジュアルな印象を受けます。で横ですね、サイドコバーがきちんとこうスベスベです。処理が綺麗に、はい、こちらも非常に綺麗ですね。はい、で横にこう中の小銭入れのジッパーが見えているということで、こう見ると非常に結構シンプルですごく素朴なデザインなんですけど、横にねこういうのがついていることで一つアクセントになるのかなと思います。はい、で実際に中開けていきたいと思います。はい、中を開けますと、まずこちらにですね、ヘルツとロゴが書かれております。そしてジッパーがあって、外側に一つだけカード入れですね。で中にこちらもカードケースになってまして、仕切りのカードポケットがここに2枚、そして一番奥に1枚と、合計カードポケット自体は4枚ありますね。1、2、3、4、そしてここにマチのあるポケットがあるので、カードの枚数自体は結構入るかなと思います。こちら後ほど入れていきます。そしてこちら小銭入れですね。こういう感じで L 字ファスナーになっておりまして、下から上に開けます。そしてこういう風に口が大きく開きますね。はい、こんな感じで端の処理も非常に綺麗で丁寧です。でファスナー YKK が使われております。若干少し最初なんで引っかかる感じがあるんですけど、でも全然スムーズに開閉できますので、この辺は問題ないかなと思います。で横ですね、お札入れついています。正直実物でこう見た感じだけで見ると、お札入れなんか小さそうだなって感じるかもしれないんですけど、入れてみるとですね、結構広いです。出し入れすごくしやすいですね。こちらも後ほど入れていくんですけど、お札入れ非常に使いやすいですという感じで、ここはですね、特に何もポケットとかついてなくて、綺麗なレザーがこれ楽しめるという感じですね。でお札入れはポケットは特に仕切りはないです。一つの空間だけという感じですね。でこちら内側もですね、ちょっとカメラでうまく映るかな、こちらも小刃じゃないですね、床面の処理非常に綺麗です。ちょっとお伝えし忘れましたが、ジッパーですね、このファスナーの部分もこういう持ち手がしっかりついていますので、開け閉め非常にしやすいかなと思います。本当にデザインがね、ここにロゴの刻印があるぐらいで、全体的にすごくシンプルなデザインになっています。ちょっと最初にお伝えすべきだったんですけども、こちらですね、注文する段階で、ちょっとオーダーメイドをカスタムしてもらってまして、左右反転に作ってもらっています。公式サイト見てもらうと分かるんですけど、お札入れがですね、これ右側についてるんですけど、本来の製品は左側についてます。でこのファスナーもですね、こういう L 字ではなくてこういう L 字、
本来はそういうものです。それはですね、ちょっとオーダー注文する段階で、なんか右利きなので右からこう出し入れできた方が出しやすいよなと思って、左右反転にしてもらいました。なので、実物とはちょっと異なりますので、その点だけご注意いただければなと思います。オーダーの時にそういう注文出せばやっていただけるみたいなので、実際にこういう感じに仕上げていただきました。ということで、まずは、お札ですね。こちら1000円札と1万円札10枚あります。こちらを入れていきます。先ほどお伝えした通りですね、非常にポケットが、お札の入り口がですね、非常に広いんですね。なおかつこのレザーが非常に柔らかくて、すごくね気持ちいいです。開けるのも出すのもこうすごくスムーズにいきます。で、床面が本当にね処理が丁寧なので、お札が引っかかるような感じもないし、出し入れが非常にスムーズです。で、今これ10枚、お札入ってるんですけど、非常に見やすいですね。こう1万円札1000円札という感じで、2枚出したいという時もここにスッと出せますので、これでねレジでお札で戸惑うこともないと思うので、お札入れに関しては非常に使いやすいなと感じました。続いてカードですね。こちら一般的なプラスチックのカードですね。10枚ありますので、こちら入れれるだけ入れてみたいなと思います。まずは外側ですね。外側入れるとこういう感じです。今一番奥までグッと入れて、これぐらい紙出ます。なので、一番奥まできちんと入れれば、カードのね、剣面が見えることもないので、安心かなと思います。なんか僕、個人的に結構そのカードが外側に見えてしまうのってあんま好きじゃなくて、レジでお会計してるときに、こういうなんかカードがね、こう出て見えてしまうと、ちょっとあんまり不格好ですし、仮にそれが保険証とか免許証だと、プライバシーの問題にも関わりますので、このポケットが深くここまで入るっていうのはすごくいいポイントかなと思います。なので、この外のポケットも安心して使えると思います。そしてこの中ですね、こちらのポケットにも入れていきます。まず一番外側ですね。こちらだいたい頑張れば2枚ぐらい3枚ぐらいいけるかな。ちょっとあんまり入れすぎると外側に響いちゃうので、あんまりね枚数は入れたくないんですけど、3枚ぐらいであればこういう感じで出し入れもできます。そして、内側のポケットですね、1箇所ともう1箇所という感じ。少し若干カードの枚数が増えるとさすがにね入り口が狭くなりますけども、こういう感じで今入りました。ここに3枚1枚1枚3、4、5、6枚、今でこれで6枚入ってます。そしてここにもまだ余裕がありますので、ここにもね2枚ぐらいこうやって3枚ぐらいいけるかとか言って、結局10枚入れちゃいました。こういう感じで、カード10枚入れてこれぐらいになります。さすがにちょっとこう畳んだ時に、あ、カード入ってるな、硬いなっていう感じはあるんですけど、全然入りますね。極端に財布が厚くなるってこともないので、10枚入れてもこれぐらいの薄さで保てるというのは非常に優秀かなと思いますね。で、まあ、やっぱちょっとただここにカード一番内側に外側に3枚入れてるんで、ちょっと外に若干響いちゃいますね。この膨らみ、これは中に入れてるカードが分厚いせいで外に出てきてしまってると思うので、これをあんまりやるとエイジングに影響するので、まあ、僕は個人的にはここ1枚ぐらいがいいかなと思いますね。で、まあ、普段どれぐらい枚数持ち歩くかで人によって変わってくると思うんですけど、僕は大体4枚ぐらいなので、ここにこんな感じですかね。外に1枚、よく使うカードを1枚入れて、あとはまあ保険証、免許証とかを内側に入れてっていう感じですかね。そういう感じで使うといいのかなと思います。で、このポケットも、もう小銭あんま使わないよって人は、ここにカードを入れるっていうのも全然ありかなと思いますね。こういう感じでカード2枚ぐらい、3枚ぐらい入りますかね。これぐらいいって全然余裕で閉まるので、ここにカードを入れようと思えば全然入れることもできます。まあメインは小銭だと思うんですけど、こういう使い方もありですね。で、小銭なんですけど、ちょっと今ごめんなさい手元にないんですけども、ちょっとね小銭を入れた時に若干こう小銭入れた状態で斜めにすると全部出てきちゃうんですよね。なので少しちょっと使う時に小銭は若干意識して気をつけて使わないと、小銭の出し入れでちょっと外側に出てしまったりっていうリスクがあるので、
こっち側に傾けないようにして、まあ、こういう位置向きでこう出し入れするといいのかなと思います。小銭もですね、10枚、15枚、20枚ぐらいだったら全然入るかなと思いますので、非常に使いやすいです。開口部も広いので、出し入れもしやすいかなと思います。で、実はもう一つヘルツの財布でもともと持っているものがあります。これ LG のファスナー財布なんですけど、これをずっとメインで使ってたんですけど、少し小銭は入るものが欲しいなと思いまして、こちらも注文したという感じです。ただ厚みをですね、比べると、まあ、明らかに違うのがお分かりいただけるかなと思います。で、2枚分ぐらいありますね。なので、まあ、少しやっぱこういう財布に比べると厚みはどうしても出てきてしまいます。まあ革が使ってる枚数が違うので、まあ分厚くなって当然なんですけど、まあ本当にコンパクトを求めるんだったら、やはりこういうL 字ファスナーコンパクト財布とかがいいのかなと思います。反対に小銭をよく使う人とか、ちょっと枚数多めにカーブ入れたよなんて人にとっては、こちらの2つ折り財布ですね、非常におすすめです。はい、ということで、こちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。